シルコード版とブッテーロの組み合わせです。はい、皆さんこんにちは、スモカシと申します。今回はワイルドスワンズのパーム、ふるさと納税の返礼品のご紹介です。それでは今回もよろしくお願いいたします。皆さんもワイルドスワンズの別注品、限定モデル、何かお持ちでしょうか？ワイルドスワンズの場合は伊勢丹や三越といったデパートやタイガースブラザーズのようなセレクトショップなどでいろいろな別注品が販売されていますが、今回ご紹介しますのはなんとふるさと納税の返礼品としていただくことができるパームの別注品です。こちら表には法印社のシェルコード版、カラーはブラックが使用されています。シェルコード版のパームは非常に人気で、入手困難なモデルとなっていますので、ふるさと納税で税金を控除しながら手に入れることができるということは非常に大きなメリットだと感じます。そして内装の方はイタリアの丹任なめしの牛革ブッテーロが使われています。ご覧のようにこう片押しの模様が独特で、不規則ながら非常に美しい、自然な美しさを感じることができる仕上がりになっております。ブッテーロの革自体ワイルドスワンズで使われることがなかなかありませんので、これからどういう風にエイジングしていくのか非常に楽しみです。そしてこちらのモデルは表面の色、ステッチ、内装、小刃に至るまで全てがブラックで統一されていますので、モノトーン好きの方、こうブラックがお好きな方にはたまらないアイテムだと感じます。ワイルドスワンズの刻印もこちらに目立たない仕方で打ってありますので、全体的に精錬された雰囲気を醸し出しています。カラーはこちらのブラックとネイビーを選ぶことができます。なかなか入手困難なネイビーのシェルコード版を狙っている方はこちらの返礼品を使ってみるのもありではないかと思います。ではこれからこちらのパーム、どんな財布か簡単にご説明したいと思います。まずサイズの方はこのようになっておりまして、このサイズ感でお札を10枚、カード7枚、コイン15枚ほど収納することができます。一般的な2つ折り財布と比べてみますとこれくらいのサイズ感です。外観の方は素材や作りの良さをもろに味わうことができる非常にシンプルな作りになっております。裏面にはカードポケットが1つ、ホックを開けますとこちら内側にコインポケット、そして奥にカードポケット、こちらにもカードポケットがついております。こちらには1万円札がぴったり入るサイズのお札入れがついています。全体的に見てお札とカード、そして小銭入れのバランスが非常によく取れたコンパクト財布だと感じます。今はまだ新品に近い状態でこのように革の厚みが割とありますけども、使っていくうちにさらに薄く使いやすくなりますし、革自体のエイジングも楽しむことができますので、長年愛用する財布としては間違いない一品だと感じます。ふるさと納税の返礼品にはこのパーム以外にもワイルドスワンズの商品たくさんありますので、気になる方は概要欄の方に貼っていますリンクの方からぜひチェックしてみてください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのコメントや高評価、
ぜひお待ちしています。